アイズのご当地ヒーロー、進むシンデナーとその敵、ゴシャゲラー軍団平成27年11月1日、福島県西アイズ町で開催された西アイズふるさと祭りにて撮影へ進むシンデナーは、福島県アイズを中心に活動するご当地ヒーローの名称福島県アイズの PR と子供育成を活動の目的に2013年3月に誕生した、 強度ア津の郷土ガングアカベコをモチーフとするご当地ヒーロー。西ア津町商工会青年部の有志で立ち上げた、地域の若者により地域振興を目指す団体、NPO 法人長期密プロジェクトが運営。衣装などの制作はすべてメンバーの手によって行われている。福島県内各地でのイベント等で、オリジナルストーリーの中に観光情報や子どもたちの郷土愛の寛容を、 織り混ぜたストーリーでのキャラクターショーを中心に、地場産品や観光資源の PR 活動、交通安全教室等の子供育成活動を行っている。昔々、魔界より来襲した魔人、ゴシャゲラーは手下と共に人々を苦しめていた。見かねた山の神様は一体の使いを人間界に送り込んだ。赤い牛のような使いの名はベナー。 地域を愛する人間とベナーは融合し、戦士進むシンデナーとして、ゴシャゲラー軍団と戦い、山の神様と一緒に、ゴシャゲラーを封印することに成功した。そして現在、魔人の手下が復活し、魔人の封印を解くべく、悪事を働き始めた。山の神様は、もう一度ベナーを人間界に使わせ、再び、進むシンデナーとゴシャゲラー軍団との戦いが始まった。 ありがとうございます。